ゼノブレイド3。はい、というわけで恐竜カーウィルソンだからこんにちは、ゼノブレイド3のウルです。というわけでね、今回もゼノブレイド3やっていくというわけで、まあ、前回はですね、なんかこのモルクラ大森林のとこつけてきてきたら、なんかボレアリスさん、前のコロニー4にいたボレアリスさんがですね、なんかエセルさんが敵対すると聞いたので、それで今回この木の中すくずんでキャッスルに敵の本拠地に行こうというわけで、どうしたランツ、なんかいきなり体験ね、あれ近づいて、あれか体験、ちけえな。おー、ノア、どうしたその角度。ノア、何が先がバシ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 どっかで争ってんだ。さて、近づいてきましたけど、ここ黒い霧ですごいね。下毒？何あれ？あ、本当にここ進むのか？他にキャッスルへ行きそうな道もなかっただろう。少しでも早く向かいたい。とにかく、気をつけて渡ろう。マジかー、高いとこ苦手とかそんなレベルじゃねえだろ。ここから落ちたら即死だぞ。悪即死。向こう側にうままなものが待ってると思って頑張れですもん。何その動き、バナナ可愛らしいな。前回からバナナ可愛らしいんだよな。ここ進めはもうすぐモルグラ大神に追い抜けられる。ケベスのキャッスルまであと一息ってことだよね。ここを抜けたらケベスのキャッスルってこと。あ、そっからなら、キャッスルもよく見えるかもしれない。ここに向かうの？了解した。わかったよ、ほら、行くぞ。やっぱ高いとこ苦手なんだ。絶対苦手だもんな、ユーニー。おっと、ここに来て株並みたエセルのやるか、絵面か。こんな形で貴様と再会するとはな。皮肉なものだ。そうね。これもエニシ。俺はそう理解している。エニシ。貴様らしい物言いだな。意味は確か運命。お主たちの言葉にすればな。ハムダビさん、いい人だと思うんだけどね。この巨神兵強そう。この任を受けた。最高か。知っていたのか。風の噂でコロニーの接収後、席を問われ幽閉されたと聞いた。当然の結果だ。いっそあの場で切ればよかったか。いやー、そういうわけじゃない、いかないでしょう。それはこの命、果てる時に決めることだ。ああ、もう10期後半なんだね。感謝している。こうして鉄巨神を与えられた今、機会はあるからな。機会だけに。いやー、すいません、そういうダジャレじゃないよね、絶対。でもなんか日時計の色おかしくない？なんか紫かかってるじゃん。鉄巨神、これを私に。そう、あなたに合わせてわざわざ剣道したものよ。あちらの鉄巨神と一緒にね。ほーん、やっぱ所詮はこいつらの遊び道具ってわけか。存分に使いなさいな。その命果てるまでね。カムナビさんと同じこと言ってんな、こいつ。こいつと戦うの、いずれ。勝てる気しないんだけど。よく気がついたわね。さすが白金のエセといったところか。どうしてもあれ白銀って呼んじゃうんだよな、俺。特別で、あなたとカムナビの命と連動している。え？二人の命が裂ければ裂けるほど、その力は何倍にもなる。どう？連動してんの。命の取り合いから解放されたから、あなたたちの命はオリジンへとつながっている。オリジン、つまりあれ、この日時計破壊したらエセル死ぬってこと。そういう解釈で間違いないのこれ。なんちゅうもん作ってくれたのこいつら。だから色が違うんか。オリジン、また新たな言葉が出てきましたね。いや、カムナビもこれ負けたら死ぬってこと。映像で見せられたが、あの者たちは何だ。ケベスとアグヌスの兵たちのように見えたが、あれは人なのか。人だよ。希望。希望、理想、祝願、承継。そう、憧れのようなものさ。まあ、エセルはいい人だもんな。お主にとってのか。私たちにとってのだ。
エセルさん、分かってくれてはいるんだけどね。ならば道は一つだな。ああ、一つだ。この二人だったらなんか反乱してくんねえから、この鉄巨人使って。さて、目的の場所について。あ、休息所あるね。また休息所か。さて、休息所に着いたらムービーが入りまして、あれがキャッツ、遠くない？遠くない？なんなら真逆じゃん。ケベスのキャッスル、まだ少しかかりそうだね。まだ少しってレベルじゃなくない？あの距離。今日はここで休んで、明日の早朝立とう。オッケー。で、おのおのが休憩してますね。おー、リク頑張って手伝ってあげてる。大丈夫なのかな？結構意外とパワーあんのかな、リク。皿洗いしてる。こんな場所なのに水が出ていて。え、ランツ無視。あ、よかったね、割れなくて。大丈夫か？パリーンと開いたら不吉。うん、手滑っちゃった。洗い直さないとね。もしでもうミオ、体にそんな力が入ってないのかな。ミオもだいぶ寿命がやっぱ近いんだろうね、この感じ。落ちてるのかな。体がどんどん死にかけてる、死に近づいてるのかな。耳もなんかちょっとぺったりしてるもん。明日はいよいよキャッスルのエリアへと入る。万全の状態で向かいたい。装備の点検全員分しとかないか。おい、ノア大丈夫それ。いいよね、君は時間たくさんあって。あ、こうして自分がしたいことしてると体験の大地どんどん遠くなる。ミオ、何やってるんだろう私。やべ、ミオがちょっと。まだ二月も残ってるだろう。この件を片付ければコロニーの安全も確保される。もしかしたらキャッスルだって味方につけられるかもしれない。体験の大地だってきっと行きやすく。いや、ノア、まだ王なの私にとっては。そうだよな、ちょっとデリカシーがちょっと欠けてたかもな。キャッスル同意してくれたじゃないか。それはそうだけどさ。確かに急な話だったからな。焦るのも仕方ない。とりあえず一晩ゆっくり休んで気持ち切り替えて。焦っちゃダメなの。焦るよな。今日休んで明日休んで、そうしているうちに来るのよ、その時が。それはわかるよ、けどさ。分かってない、全然。あ、見よう。いや、ノア、それはお前が悪いわ。デリカシー欠けてるな、お前は。お前、自分の命残り二つ切って言われたら、どうなると思ってんだ。完璧な人？全然。あ、完璧なわけないだろう。いたって普通の人間だ。じゃあ、言ってやれ、ドカンとガツンと。ミオちゃんだって同じ。普通なんだよ。本当はすっごく怖い。それでいいんだって。背中を押してほしいんだよ。だよな、まあ、相棒だもんな、もう。初めて見たあんなミオちゃん。ノアには言うんだね。ミオの本心なら分かってるよ。違う違う、本心なんかじゃないよ。あれ愚痴だよ。愚痴？ちょっと羨ましい。まあ、一種の本音で語り合える仲ってことだもんね。くせに、そういうとこ鈍いよね。本当。くせにって。後でちゃんと謝っておくんだぞ。いい？約束。今作のゼロプレイキャラ、感情分かりやすいよね。感情の作り方うまい気がする、表情で。
まあ、たノアッタは二部鎮なんだからね。ラッツ頼り見守られてる。なんかああいうのめんどくさそうだな。まあランツらしいわな。だが少し、え、羨ましい。少し何よ。羨ましいんだろ太陽。どうあれ僕たちがやることに変わりはないだな。とっとと片付けて目指そうぜシティ。ああ、ミオのためにも。初めてお前さんと意見があったな。そうか。へい。なんだそれは。こういうとやるもんだろ。ま、僕はそういうことはやらない趣味だ。やろうぜ。いつかやってくれんのかな。これも照れちゃってまあ頼ったらね。つまんねえな。シティ遠いな。さて、これで焚き火終わりまして、いやー、ミオの本心ね、もっと気づいてあげてほしいけど、愚痴というかね、そういう気持ちも。ユニさん。ラッツとセナ、すごいずっと筋トレしてんだ、あの二人。マナナ、リクの分まで食べる。まだ食べ物の夢みたいなのか、お前は。もう、早く起きるも、12時間とか寝すぎも。ほんとだよ。タイさん、ミオのせいで時間ないんだから。体温とユミにもいい感じだね。頑張ってんな。あ、これ PV でなんか見たような覚えある風景。ここだったのか。それからこの後ミオと話すのかな、ノア。ゆうべはごめん。仕方ねえよ。ちょっと余裕なかった。そういう時もあるって、人間だもの。俺こそごめん、気づけなくって。難しいことってあるよな。まあね、分かってくれりゃいいのよ。送り人の笛。これ親友のなんだ。ずっと同じコロニーで一緒に送り人してた。みやびっていうの。でもかばってあれだったんだっけ、亡くなっちゃったんだっけ。アグヌスでは送り人は二人で。うん、だからびっくりした。最初に君が一緒に送ってくれた時。でもね、コロニーがある実験をして。実験？その時私を助けるために。何の実験したんだろう。私の分まで生きてって。おかしいよね、私の方が一つ年上なのに。あー、ノアはしてるもんね、インターリンクしてるから。楽器交換しない？え、交換すんの？だってそれはやっぱり汚いの嫌。そんなの気にするわけないだろ。俺が言いたいのは、少しでも長く使ってあげたいんだ。託すってことを思いよ。みやびが行きたかった分まで。君の方が長生きでしょ。みよ、たくない名前呼んでくれないんだな。でもなんで君なんだろうね。ノアでももういいと思うんだけど。その代わり俺の結構汚れてるぜ。大丈夫、私も気にしないから。あ、そこある意味似た者同士なのかもしんないね。あー、でここで交換したんだ。これなんか後なんかありそうで嫌なんだけど、ちょっと別れやめてよ、悲しいシーンとか。話してくれて
ちょっと意外だった。意外？インタリンクしていてもわからないことあるんだなって。そりゃそうでしょう。自分のことだってよくわからないときあるのに、何でもかんでもなわけないよ。言葉にしないと伝わらない。しても伝わらないことだってあるんじゃない？昨夜みたいに。あれは私のわがまま。でも今はもう少しうまく伝えられると思う。インタリンクってきっかけなのかもな。お互いの気持ちが近づくための。いいね、その表現。私もそう思う。この朝日が昇ってる状態でのこの二人の会話すごく素敵なんだけど、他のみんな実は気遣ってすごい聞いてる説ない？これここなら。さて、四角塔の休息地ってわけで398m また先に行ってみましょうか。今回はそこ行って終わりにしましょうか。なんか普通にムービーに見入っちゃって。うん、どうした？心配かけてごめんね。もう大丈夫。よかった、平気そうだろうね。ちょっと待って、あそこになんかやべえやついた。あいつ絶対、あいつ絶対ユニークだろう。キャッスルは目前だ。あいつレベルなんだろうな。レベル75。バカだろあいつ。で、エンダド峠。広くない？何ここ？なんだ？エウニス？いやー、カムダミディーセルじゃないですか。やばいって。やばい、来ちゃったー、最強二人組。でも命と連動してるっつってたよね。これ大丈夫なの？ムキムキ。戦うのこれ。いや、勝てる気しないんだけど。1対ならまだしも、2対1は。一期一会と言っておきながら恥じるよ、ノア、ミオ、エセル。この声、エセル。エセル。じゃあもう片方は。カムナビか。あれ、アグネスのだよね。あの三日月型の飾り、操っているのはカムナビ。やべえよな、この二人が共闘するって。あれがエセル攻撃手。この二人が同時に。しかもなぜアグネスのカムナビまで。そうなるわな。思惑通り来たわね。おや、お前ら来んのかい。侮りなさいといったところか。やっぱ N の読みか。メビウスまでもか。 N？ノアが N に反応したな。ここから先には行かせないんだな。出たな、ダナダナ系。残念なんだな。そう、ダナも。あの失政官、コロニーゼータの失政官だよ。コロニーゼータ。行動作戦の時見たことある。なら、もしかしてこっちは私たち側ってことか。見たことねえけど。多分な。なるほど。ケベスとアグネスが共闘だ。いよいよ気なくさくなってきたな。あ、そもそも一つの組織なんだろうね。こいつらからしたら。私は本気だと伝えたはずだが。ああ、聞いたさ。だから来たの。だろうな。俺、エセル協力してくんない？君たちならこの道を選ぶだろうと思っていたよ。通してくれと言っても無駄なんだろう。戦うしかねえのかい。どうにもならん。諦めろ。なら最善を考え、全力を尽くす。かっこいいな。よく言った。それでこそ君たちだ。ケベスとアグヌスの送り人か。やはりエニシ。お主たちに遺恨はないが、これぞ我が戦道。潔く我が競争の相手になってもらおう。かっこいいんだよ、二つとも。潔くって、てめえ、それ鉄巨人のやりじゃねえか。いくらなんでもズリーだろ。全員一突きでやられるわ。文句を言っても始まらない。覚悟を決めろ、ユウニ。覚悟なんて。ユウニもミオのことしてるもんな。この道選んだ瞬間からとっくに決まってる。いい心がけ。知ってたさ。ならわざわざ聞くな、バカ。喋っている。構えろ、来るぞ。
2対1かよ。いや2対6かよ。2対7かよ。どっちから選べるんだこれ。SL から出ろか。やだ、もうでかい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 。規格外なのよ。くらえ、側面ブレイク。ブレイクなんてしてるわけねえよな。いやもうどうしろっつんだよこれ。どうしろっつんだよこれ。ダメージ入ってるけどさ、見た目のってバカでかさすごいんだけど。ああもうカブナビが荒ぶってる。カブナビ荒ぶってる。いやブレイクすんのかい。この図体でブレイクすんのかい。くそー、とりあえず刻印するしかねえ。うわだー、ライジングしてきやがった、あいつ。ライジング、ナイスダウン。いいぞ、エセロ、このまま潰せ、エセロ潰せ、エセロ潰せ。ほら、側面ブレイク。かの、イグリテッドーブレイドー !8800、いいですね。なんでエセルさん待ってか、本気。ちょっと待って、インタリングとかないとノアが死ぬ。ノア死んじゃうから、インタリングですよ。で、グローリーウィングしよう。はい、グローリーウィングからの、はい、特徴からのチャージ、ユニゾンストライクからの、でフィニッシュからのワントロスラッシュ。オッケー、ワントロスラッシュ。いいダメージ出すぞ、ユニゾンストライク。いいぞ、からのワンアタック。はい、からのもう一度ワントロスラッシュからのユニゾンストライクからの、はい、メガスピンチをつけたい。メガスピンチが回らなかった。ノアが死ぬ、ノアが死んじゃう、ノア死んじゃうんですけど、大丈夫ですか。ノア死んじゃいますけど、このままじゃ。回復要員の方、回復要員の方全員倒れてない、これいなくなってない、大丈夫かな。側面ブレイクしよっか、そうしよっか。はい、側面ブレイク。いいよいいよいいよ、まずエセロ潰す。なんかカメラにこっち来てない、気のせい、危なかったわ。さあお前ら全員ブコブコにしてるけんの。あー、経験値ボーナスうめー。カムナビさんの経験値ボーナスうめー。カムナビの経験値ボーナスうめーな、みんな。画面ショーガードの空洞を正面特攻。6万216%、はい、215%、アメージング。というわけで、うろぼそうだ。全力爆縮。淡いで並んだカムナビ。はい、10万。で、さらに8万。3万。ああ、14500。さらにバリシメントレー。おかしいおかしい、桁がおかしい。はい、フィニッシュ。100万いった。つえおか、え、足音そんな音なんだ。ギュッピギュッピみたいな足音。ブロリーだね、実質。強、この巨大さで勝てんの、ウロボロス。どんなパワーしてんの、ウロボロス。お前らは十分強いけどね。大丈夫か、ミオの体無茶してない。あの体育でさすがといったところだな。お互いにお互い褒めてるのいいね。ミオ、この二人のことだからなんかありそうな感じするけどね。カムナビと本当にタラダに敵に回ってると思えないよな、この二人。おー、バリシメントレイ、すげー。あの近距離でカムナビさん、よくその巨体でそれ動かせんな。いい連携だ。鉄巨神なくば今の一手で決まりだったな。かっこいいなぁ。お、セラに信じたね。で、体温か。で、次は見ようかな。ノアのっちの方は。エセラ知らないもんな。おお、すごい連携が。まだ。おそらく次が最後だ。すぐ決まる。ああ、分かってる。とんでもねえ面だな。何やってるの。鉄キャシンよ。鉄キャシンまで与えてやったのに、あいつら手を抜いてるんじゃないの。意外とピー短期なんだな。何じゃないかな、オイラたち。ねえ王、エセルは無理としてもカムナビやれるんじゃない。え、やれる。カムナビ、なるほど、確かにその手があったんだな。え、何する気、なんだ。敵は目の前だ。お前の力のすべてをぶつけるんだ。 あ、そういうこと。ミビウスのあれやってパワーアップさせるってこと。カムナビを、どうしたカムナビ。と、ずひどいな。敵は目の前だ。敵、あ、レカ敵。敵、あ、カムナビが、やばい、カムナビがなんか。何があった、カムナビ。まさか。あー、瞳やったね。やっぱり瞳か、カムナビ。お、
え、ひとみに打ち勝ったの、まさか。え、潰したの、え、目抜いたの、もしかして。誰の束縛も受けん。嘘。このナビ、貴様自分で目を掘ったの。潰した、それとも。俺は自由だ。自由って…エセル、何が…なればエセル。ああ、憧れに向かって。ああ、そういうこと。こっからもうあれ、メビウスたち側に向かうってこと。いや違う、え、いや、ああ、そういうこと。この歌に決着つけないっつったもんね。どうしたんだよ、キリン。死生観の力か。違う、これは二人の意志。その通りだ、ミオ。エセル、私は君たちと出会い、そして憧れていた。私たちに、その自由さに、君たちに出会えた幸運を私は噛みしめている。今は霊しかない。霊だって。この高揚感高まるぞ、エセル。私もだ、カムナビ。なんで二人が戦い始めるのよ。おお。おかしいんだな、全然支配できないんだな。まあだろうな。なんであんたたちが戦わなきゃならない。敵は俺たちじゃないのか。言ったはずだぞ、ノア。これが私の命の使い方だと。そしてそれを教えてくれたのは君たちだ。やめなさい、今すぐやめるのよ、エセル、カムナビ。こうなったら、あ、なんだ、何した。命の火時計が。様子が変だ、なんだあの光の流れは。あれはエセルとカムナビの命。何をとつくるってるの。あなたたちの敵はウロボロス。今すぐ戦闘をやめてウロボロスを抹殺なさい。でないとその残り少ない命すべて奪い取るわよ。奪い取れるのか。やっぱりあいつら二人の命を。エセル、カムナビ。ノア、死生観たちをやるしかない。わかってる。おお、いいんだノア。え、私たちはこれでいいわけないだろ、エセル。そうよ、こんなの間違ってる。二人が戦う理由なんてどこにもないわ。今は理解できないだろうな、だがいつか伝わる。これが私の、私たちの願いだと。これが、この戦いが願いだって言うのか。それであんたたちは、この願いと憧れを君たちの記憶に、思いに乗せていってほしい。そして遂げろ、その本懐を、命をつなげるんだ。これエセルかカムナビ、どっちかやられちゃうのかな。それも両方とも相打ちって感じなのかな。どうなんのこれ。カムナビ、その人たち、応じよ。これで、あ、どっちも刺さった、これ。で、同時に命がなくなるってこと、これ。嘘。エセル、で、とんだ役立たずだったわね、N のやつ。なんだってこんな二人を。まったくだな。これじゃオイラたちで抹殺するしかないんだな。おい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 、お前ら。まあいいわ、どうせこうなるだろうって
予測してたの。インタリンク。自分たちだけのもの。まさかこいつら二人インタリンクできんの？何？残念でした。私たちもできるの。インタリンク。体格差すごいの平気なのか？いつでもいいんだな。マジかよ。じゃあ行くわよ。あ、こっからウロボロ、こっからインタリングすんの？え？どうなったの？いやもうどういう状態なんだよ。上半身に対して下半身貧弱すぎんだろう。後ろにも頭、頭がなんか、気持ち悪っ。ほんで失礼ね。あ、後ろにも顔がある。そう、2つの世界が1つになった姿。半端者のあなたたちと集まって完璧な、完璧が気持ち悪いだ。なんだこれ。完璧な私たちに戦慄なさい。そしてもう大苦しいんです。見ろ、強っ。ミオ、人の命をもてあそぶな。おお、エセルたちが何をした。ただ二人は願いを遂げたかっただけなのに、そこに戦いを持ち込んでいいように使い捨てて、私たちの命はお前たちの遊び道具じゃない。その通りだよ。あんたたちが本当は何者なのか悔しいけどわからない。だけどこれだけはわかる。あんたたちすっごくムカつくやつらだ。後ろの顔面まだぶん殴ってなかったよな。次は私にやらせろ。ぐちゃんぐちゃんにしてやるぜ。女性陣が高橋すぎるんだけど。感情をあまり表に出したくないたちなんだが、今日は別だ。はいよ。ノア、止めんじゃねえぞ。思いっきりやればいいさ。半端者だって冗談じゃない。今のこの思いが半端であるもんか。俺はお前たちを許さない。消えていったエセルとカムナビの命にかけて、俺はお前たちを。ウロボロス不正か。おめえだってウロボロスだろうが。気持ち悪い。何そんな体勢。今度こそ完璧の前に戦慄させてやるわ。もう上等じゃねえか。やってみろや。行くぞー、ぶっ壊しちゃうぞ。何がメイメイさんの王から B から殺してやるわ。側面ブレイクしない。レジスト、なんならミスターゼ。さからフィールドパワーアップ。はい、からのキャンセル正面特攻。もうこの前容赦しねえかんな。何がメイメイする O かけ O&B OP じゃん。実は OP だろお前。 OP OP ブレイク、いけいけみんな。いいぞいいぞ、かましやれ。あれ、ユーニが死んだぞ。まずいぞ。あれ、ユーニどこだ。大丈夫か。これインタリングするしかねえな。インタリングしてこう。インタリングして、オッケーオッケーオッケー。やべ、こいつ普通に強えな。クソ、こいつら普通になかなかやるぞ。普通に強いぞ。クソ、無駄にやるじゃねえか。ほら、このチェーンアタックでいくしかねえ。今蘇生させた。蘇生できた。あ、よかったよかった。全員蘇生できたね。ただウロボロスオーダーいきます。で、いい感じにこれで削っていきたい。ダメージ 800%。 あ、何気にこれミオのやつ見るの初めてだ。おーおーおお、すごい、いい斬撃。てか、はい、攻撃からの攻撃で、最後にあれか、オメガスピーチかな、この感じ。おお、はい、いい火力。
39万か。いや、ちょっと違うのが軽く出るか。ユーワーズ中心ちょっとやめといて、正面突破、正面突破できたか今。で、インフィニテッドブレードだ、インフィニテッドブレード。なんであいつすごい動いてんな、インフィニテッドブレード。防御力無視です。セナ大丈夫か、セナ大丈夫そうか、いや大丈夫そうか分かんねえや。とりあえずユーニたちに変えて、さあ行くぞ。ではクリア、攻撃アップ、ハイロックショー、みんな攻撃アップ、いいぞ。殺せ殺せ殺せ、容赦なくやれ容赦なくやれ、どんどん行け、どんどん行け、どんどん行け、頼むの放達。俺は強烈拳ってなんかすごい技してる。強烈拳、強烈拳って何。とりあえずうおー、ハグン終わり。まったくそんな強くもないくせに。うおー、でもやるな、ムービーの最中だ。あ、でもだいぶ体の量がちょっと限界。あ、あれインタリンクの制限時間もあいつらもあんのか、あの赤くなってんの。おお、すごいな。うわー、やるな、ミオ。私たちの逆流、絶対攻撃だ、絶対防御だ。おお、おい、いい地域。 こいつは強すぎるんだな。あのこと、ピンピンうるさいんだな。時間切れだなんて言わせない。これからがいいところなのよ。あ、これ制限時間のあれが来るのか。あんた者たち、くびり殺そうってとこなのに、まだ、まだいけるわ。こうなったら、インタリック全開よ。おう、これで制限時間切れたらどうなんだろうね。こいつらで教えてくれるのかな。うわー、なになになに、ドラゴンボールバリキア入れてるけど、ギャリック方付きだこいつ。この一撃、受け止められるものなら受け止めてくれ。喋らせてもらえねえなお前ら。容赦ねえな。でも女性陣ってのがいいな、ここで3人な。え、これあれから後半から男陣に変わるのかな。お前らだって同じだろうが。もうインタリンクが棒切れるか状態なんで無茶してるからか。なんか黒い霧みたいなのが、なんか足元なんかやべえのって言ってるけど。あ、銀河来たか。あー、自らインタリンクのしすぎであれか、身を滅ぼしたか。なんだ、吸い込んでる、なに、ブラックホールみたいな。よし、あいつらも知らないんだ。あ、黒い剣襲、え、待て、これ消滅現象じゃないか。消滅現象か、消滅現象。ノア、ここにいたら巻き込まれる、急げ退避を。ダメ、間に合わない。え、どうすんの。クソッサー、ミオ、分かってる。え、ミオ、ないよ。先にその前仕留めるってこと。あ、違う、あ、負けなきせめで切るってこと。方法はない。おお、ラッキーセブン、強くない、本当に。あ、で、亀裂入れて落とす気か。なるほど、で、消滅現象巻き込まないようにするのか。ラッキーセブン、どんな切れ味してんの、本当に。おっ、ナイスコンビネーション。つまり消滅現象でインタリンクの暴走みたいなことが起きるってこと。そうっぽいね、この感じ。で、あいつらそれを応用して兵器化したってこと。え、じゃあ、あまり長くやすりすぎて本当に消滅現象を起こして死ぬってこと。怖すぎない。じゃあ、あの PP 音ちゃんと警告音だったんだね、やっぱり。助かったのか、すげえな、よく勝ったな。なんともない。ああ、なんとか5体満足みたいだぜ。まったくね、賢明な判断だったな、ノア。ミオのおかげさ、よくわかったな。わかるよ、君の考えくらい。エセルたちは死んじゃったのかな、これ。
ヒーローでいいのに死んじゃうとは思わな、でもヒーローでいいのに死んじゃうってどういうこと？カムナミはまだし、もうエセル、あ、送ってあげんの？そうか、交換したもんね。間に合ったかな。ああ遅れたっぽいね。でもエセルとカムナビこんな風に退場しちゃうの。メイビウス、しかも今回で分かったらメイビウスもさらにインタリンクできるってことだな。あいつは一体でもなれてさらにインタリンクもできんのか。まあエセルとカムナビにとってはこれが望みだったのってことだもんね。辛いものがあるな。エセルとカムナビがこんな感じで、まあ、とりあえず無事遅れてよかったってところかな。あ、でここでみんな休憩したのか。変なことを聞いてもいいか。どうしたよ。どうぞ。さっきの儀式さ、あいつらも送ってた。ああ、メビウスの。さすがに今日は無理だよ。俺だって人間だ。だよな。なんか安心したわ。ね。これでこうあいつらのこと送ること考えたらどんだけいいやつなんだよ。あんな命の使い方っておかしいよ。もっと別の使い方なかったのかな。命よりもっと大事なもの、それを得るために二人は戦った。名誉、誇り、もしくは充足感。いや違うな。何なんだろうね、あの二人を駆り立てたものは。何かだ。そうね。それって何、そんなに大事なものなの。わからない。あの二人にとっては大事だったんじゃない？見られたのかな、その何か。かつないほど笑顔だったからね。だといいけどな。本当に俺には悲しいよ、そんなの。まあな、残された側からすりゃな、二人は良くてもって感じしちゃうけどね。まあ、あの二人がね、まあ良かったと思えば、まあ、なんとも言えねえな、こればっかりは。さて、で、これからキャッスル向かうのかな？今回でもしかしてこれ第4話終わりかな？落としたみよう。眠れた。快眠だけ食った？うん。まあね。眠れてなさそう。ね、赤いけど。うるさい、いいでしょ別に。でも気持ちは固まった、すごく強く固まった。なれよかったわ。俺もだ。急がないとね、脅威はまだそこにあるもの。オッケー。ああ同感だ。したん。意外だったよ。いきなりの顔面パンチだったもんな。びっくりしたよ俺は。君もね、何でもかんでも受け入れる人だと思ってた。受け入れちゃダメなことだってある。まあな。うん、それ正しいと思うよ。絶対に正しい。エセルのことどうする？
ことが済んでからコロニー4のみんなに伝えよう。そうだな、彼女もきっとそれを望むはずだ。そうだよね、エセルならきっと。これで第4話終わりって感じなのかな。だって明らかにメビウス、あれは今までの強さの比じゃないぐらい強かったぞ。レベル4ぐらい下がったのに、5くらい下がったのにあの強さだったぜ。終わんない。第4話てんこ盛りじゃんけ。あ、ケベスキャッスル地方出てる。じゃあ今回とここまでしましょうか。じゃあ次回、ケベスキャッスル地方行きましょうか。それじゃあ、な、今回はすごい激アツ展開な動画でちょっと長くなってるかもしんないわ。それじゃあ次回の動画で皆さんまたお会いいたしましょう。バイバイ。